ということで、今回の企画は出禁客についてでございます。出禁客ってやっぱいると思うんですけれども、はい、今日はそんな出禁客についてのトークをしてくださるホストさんをまず紹介したいと思います。はい、これはサングラスじゃなくて入れ墨です。いつきです。お願いします。いけよ。あいつ、いけよ。それ何言わないね。けです。なんか言えよ。はい、ビビットで常務取締役やってます。日野和です。お願いします。みんな言わんやん。元アイドル、はるかです。アイドルなんですね。そうだったんだ、ね、彼は。そうです。嘘です。はい、ということで、あの、出品ですいません、デキンです。はい、はい、お願いします。はい、ということで、デキンにするときってお客さんに伝えるんですか？はい、あ、そのパターンもあるし、まあ、あの内勤さんに、はい、もうあの子来たら入れないでください、はい、っていうとかかな、多分。うん、デキンになる、この絶対この子はデキンになっちゃうよっていう規則とかっていうのはあるんですか、ホストさんに？いや、それ自体は、うん、お店のルールとしては多分ないかな、そんなに、うん、僕らのさじ加減ですね。はい、爆弾系だけもしかしたら分かんないかもしれない。爆弾が分からない視聴者さんがいると思うんですけど、爆弾っていうのは、あの、ホストクラブではやってはいけないことがありまして、うん、まあ、それを爆弾って呼ぶんですけど、なんかお金をもら、あの、上げてたりもらせたりとかいろいろしてるのを、まあ、爆弾って言いますね。うん、はい、ホストさんは永久指名というものなので、はい、うん、一度指名すると他の子にチェンジができないんですよね。はい、そうですよね。自分のお客さんじゃなくても店でこういう子出禁になったよとかあります？基本的に出禁にすることはあんまりないんですけど、なんか一個これだけはっていうのがあって、あの、パキリながら来るやつっていうのがあって、まあ、パキリって何かっていうと、例えば睡眠薬とか安定剤とかを、過剰に、飲むとすごくね、あの、もう記憶のないまま、まあ、酩酊状態っていうのか分かんないけど、酔っ払いすぎてるような感じのまま、はい、なんかお店に入ってきたりとか、しちゃう子はもう結構 NG にしちゃいますね。はい、そこで作った売り方とか知らないよみたいな、そう、分からないよってなるし、もう会話も成り立たないし、うんうん、まあ、暴れちゃったりするし、なんで、まあ、そういうことを、1回でもした子は僕も、もう来なくていいよってしちゃいますね。はいはい、僕は、おかんが原因でしたね。相手のおかん、はい、相手のおかん、お母さん、はい、その女の子のおかんがお店にめっちゃ電話かけてくるんですよ。あ、なるほどね。はい、はいはいはい、もう迷惑な話ですよね。うん、それはそうです。で、その電話で、うちの娘が、うちの娘がってすごい片言で喋ってるんですよ。片言で、海外の方が、はい、海外の方が、はい、それはもう本当に勘弁してほしくて、もう完全的です、はいはいはい、僕も連絡立ちましたね。女の子に問題があったわけじゃないけど、はい、まあ、女の子も、まあ、若干、まあ、まあ、まあ、ね、まあ、まあ、まあ、はい、おかんが特に、はい、ちょっと似とるんですけど、はい、親の金を使い込んで、はいはい、親から出禁にしてくれって連絡来てくれでも聞いたことあります。もう、はいはいはい、プレッサーさんと言ってくれ、はい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 、おかんが、向こうのおかんが、なんでおかんって言ってんねん。その用意したらなんかの代理人かなんか俺なんか会って話して、でも入れといてくれってなったけど、なんかその子が病んじゃって、結局おかんが店に入れとってくれみたいな。そんなことあるの？出禁解消パターンもありました。出禁解消パターンがありましたね。すごいな。すごいね。ありますか？まだ半年ちょいなんで。そうですね、これから出禁してくるんですね。これから。別に今は出禁にしたい客でもいいで。うん。嘘。全然いい。でもやばい。でもやばい。私じゃなくて。ですけど、まあ、僕以外と一切喋らない子がいるんで、あ、まあ、はいはいはい、まあ、オンリーにするとでも怒るんですよ。あ、それを聞いてるのが、そのヘルプをがつかないことをオンリーって言うんですけど、うんうん、それはそれで怒るし、じゃあかといってヘルプを先輩たちがついてくれたとしても一切喋らない、うんうんうん、から難しい。僕もやっぱ新人なんで気も使いますし、うん、みたいなとこで、まあ、できにはしたい。したいですね。お前のことやぞ。ですね、分からんけど、はい、なんか大衆って書いてあるんだけど、大衆で大変したことあるんですよ。あ、臭すぎる。私今日なんか風呂入ってないけどね、出禁かな。でも今全然変わらないですよ。あ、大丈夫、うん、でもまあ次来てもらうことはないかな。あ、そうやめとけ。最後初回やと思うけどな。
初回やとやっぱおるから、でももう臭かったらみんなガツかないんで、うん、まず客になることがないと、うん、あ、それはあるかも、ね、臭いって、うん、めっちゃエチケットとして私絶対ダメだって言うなよ、うん、あの、なんだろう、大事じゃないですか、匂いって、まあ、大事そうですね、うん、ここはやっぱり気遣ってほしいですよね、はい、脇が多いですよね、多いですね、はい、脇の方の、脇の方多い、なんか例えば脇だったらすごく、なんだろう、なんか対処ができるじゃないですか。例えば、まあ、ボトックス打ったりとか、うん、まあ、あのそういう制汗剤とか塗ったりとか、手術もあるし、うん、努力してちゃんとなくすようにというか軽減するようにしてくれたりしたら全然いいんですけど、うん、服がずっと生乾きの匂いがしてるとか、うん、注意してそれをやめてって言って、でも次来た時もずっと同じ匂いがしてるとか、うん、それが何回も何回も続くと、できん、このままやめてくれって言っちゃうかもしれない。言える関係がやっぱいいですけどね。言えるならまだ言いやすいですけど。そうそう、言えないよ。言えないですよ。言えない。今はさりげなくね、この香水いい匂いなんだよって言ってつけたりとかね。ああ、いいね。最初はね、遠回しにやるね。確かに、ね、いきなりは言わないけど。ネットの掲示板とかに書く。こう、ああ、はい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 。ちゃおるな。最近だとやっぱりもう、なんだろう、探されるとか弁護士通して請求されたりもあるじゃないですか、はいはい、あ、でも俺一回やりますね。あのそれこそホスラブに、うん、あの俺のその写真、多分その子とあの毎回プリクラを一緒に撮ったら同伴してあげるよっていう子だったんで、うんうん、やっぱ新人の頃だったし、なんかもうプリクラぐらいで同伴できるんだったらと思って結婚してて、でそのプリクラがなんかある日突然バーって貼られて、その時はその子さすがに出禁にしましたね、っていうのは、はい、もうそいつしかおらんもんな、もうその子しかいないし、なんならそのすごいのが、その女の子も自分の顔写ってるのに隠さずにホスラブに全部、それ逆に言ったらその子が上げたわけじゃないかもしれない可能性もある。確か、でもいや私が上げたって言ってたからそれはやめた、それはやめた、リュウグダンが自慢したかったんだよね。裏引きか、裏引きってバレた場合はあれじゃないホスト側なんじゃない？まあそうだね、ホスト側、あ、でも女の子ももしかしたらね、あのお店を通さずに裏でお金を引くことを裏引きって言うんですけど、うん、広告料とか払って初回の女の子を入れてくれてるのに、そこで知り合って裏でお金もらってたら、まあ、ホストクラブとして成り立たなくなっちゃうから、うん、裏引きはダメですよっていうことになってるんで、もしかしたらそれしたら敵になっちゃうかもしれないですね、裏引きバレたら。なんであかんのみたいな顔してない？あれあれもしかして裏引きしてるのか、あれなんであかんのみたいな顔してるいいネックレスつけてるな裏引きされてるのか、あれノーコメントだよコメントしないと勘違い、ノーコメントでお願いしますもらえるもんはもらっとけ、やめてくれ確かに、確かに、やっぱ受験生含むものはできんです。そうですね、基本的に、はい、あ、でも刺したりとかもありましたよね。あ、ありますね、うん、刺したりとかも。私が行ってたホストクラブは女の子が担当さんのその被りが嫌で被りさせちゃった、うん、あ、女の子の方させちゃったんだ。そうもあったし、あとやっぱ有名な事件ありましたよね。はいはいはい、ホストさんが言われちゃった事件、ね、名前言った、名前言った、ピーピーピーまあめっちゃピーピーピーありましたね、ありましたね。まあでもそのさ、刺したらさ、そのお店できんっていうか、そのもう捕まる、人として私もう捕まるからね、まあそれは当然できるところじゃない、できるところ、捕まったらね、どっちにしろ入れないからね。まあまあそうなんです、当然ね、それはそうなるね。営業後に担当が店にいるかの確認のために入ってきた。ああ、いますよね。営業後あかんな。営業後本当にあのホストクラブ1時以降に女の子がいると営業停止になっちゃうんで、はい、本当にやめてください。はい、今本当に厳しくて、やっぱり50分ぐらいにはみんな出すようにしてますし、そうですね、実際自分が出禁にしたみたいなのあります？まあ、出禁、なんかお店を通して出禁にしたわけじゃないですけど、うん、やっぱ僕めんどくさがりなんで、過度なメンヘラ起こされちゃったらもうこんけでいいって言っちゃうんですよ。直接女の子にね、はい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 、もうお前とは顔も合わせたくないって言っちゃうタイプなんで、うんはいはいはい、そうですね。それでまあやっぱそのまま来ないパターンもあれば、はい、ね、来んなって言ってるのに来続けるパターンもあるんで、はいはいはい、その出禁じゃないから、うん、その子の推し次第ではあるけどメンタル強めです。逆にその子はメンタル強いすごいよね、強いですよね、うん、メンヘラなのかどっちなのかみたいな。メンヘラってどういうのがもう嫌だって思うほどの出禁にしたいほどのメンヘラ。結局こっちはホストであるわけで、うん、女の付き合いなんていくらでもあるわけで、はいはい、それに対してやっぱうだうだ言われても、俺はホストだよ、確かに、お前何勘違いしてんのみたいになっちゃうね、うん、まあまあまあ確かに。
でもエヘラーとかで一番大変なのはもう電話が一生鳴り止まないとか、あブロックするブロックするとかそのもう携帯使えなかったらさ、やっぱその仕事もできないじゃないけど、うん、ね、連絡も取れなくなっちゃうし、うん、本当何かあった時もなんか自分でね連絡取れないし、うん、ってなっちゃうから、うん、そういうのずっとされとったら俺もさすがにね、切れるかもね、うん、確かに、うん、なんか悪意のある嫌がらせされたらやっぱ敵にしたくなっちゃうよね、うん、ちょっとね、やっぱ人なんでね、うん、我々はあの姫とか呼んでますけど、はい、実際はお互い人間同士の付き合いだからね、まあまあそうね、できないことはありますよ、はいはい、嫌なことは嫌なんで、そう、嫌なことは嫌だ、はい、ということで皆さん、デキン客についていろいろと聞かせていただいたんですけれども、ちょっと感想の方を聞いていきたいなと思うんですけど、どっちからいきますか。あ、じゃあ僕から、僕から、はい、まあ、担当さんについてもらいたいんだったら、いい子でいてください。まあ、間違いない。まあまあ、そうだね。まあ、人間だからね。はい。まあ、基本的に、あの、俺は優しいから敵にしないですけど、あの、お薬だけは本当にやめろよ、マジで。マジでやめろよ、本当に。はい。何回も迷惑かかってるからね。はい。僕、ずっと気になってたんですよ。ルイ・ヴィトンさん、サングラスグッチなんだなって。関係ない。関係ない。グッチがいたサングラス、一目惚れだ、やだなグッチはやなやだなカバンドルカバだなあー何も出てこなかった、いや、ヴィトンつけてるものある、ちなみに、いや、今日はなんかもうダッシュできたから置いてきちゃったないでーす、はい、ナシヴィトンです、はい、ナシヴィトンです、はい、女の子のことをめちゃくちゃ言うてたから、まあ俺はね全員読んないしね、全員まあだから俺は締めお待ちしてます僕はそんな何もないんだよずるいわ思ってた感じだったので、じゃあいろんなね意見を今日は聞かせていただきましたけど、皆さんできるにはならないように気をつけて遊んでいただけたらなと思います、はい、でそんな素敵な素敵なホストさんがいるお店はビビッドとなっておりますので、皆様ぜひぜひ飲みに来てください、お待ちしてます